5番の斉藤、そして3番車の沼川と群馬の2人が後方6番手、7番手前です。2周回目の1コーナーから1センターです。体勢1列棒状に収まりました。初日2日と果敢に攻めている群馬の斉藤です。その斉藤の動きには同県の沼川と群馬勢は後方6番手、7番手、2周回目2コーナーを立っています。さあ、これで5番の斉藤なんですが、3日間とも最後のバックを取るような競争を見せるかどうか。まだ棒状が崩れていません。3コーナー回ったところ、5番の斉藤が上昇開始です。一旦は地元勢をどかそうという群馬の2人。4コーナー回ってきます。先行5番の斉藤に代わる3番車の沼川、そして6番車の岡田がその後ろ。しかし1番の水野が3番手で粘っていくのか。引いた7番の早川聖也が一気に外を巻き返してきます。先行5番の斉藤、一気に飛び出したのは7番の早川です。2番車の大沢と地元の2人、1番車の水野がその後ろに切り替えている。5番の斉藤は残念ながら交代です。7番、2番、地元の2人、そして1番の水野が3番手、4番手、4番の安坂陽一、難関勢が3番手、4番手で4コーナー回った。さあ、一気に1番の水野が外を踏んでいく。逃げる7番の早川が粘るか。外からは1番車、最後は水野。1周回終了、2周回目にこれで入ります。早くも赤番刑事は通過、回ってじゃんというところ。岩田の及川優勝が正攻法です。まあ、及川はどちらかというとまくり追い込み主流のタイプ。初日2日と先ほども言いましたが、重い印がつきます。しかし初日の予選では6着、昨日の一般戦でも6着です。まだリズムをつかんでいない、その岩田の及川優勝正攻法の位置。さあ、後ろから5番の小林が上昇してきます。河野、要、その難関の2人が上昇、合わせて4番車、田村も踏んでいくのか。2センターからこれから4コーナーというところ。先行5番の小林、3番車の河野、要、4番車の田村をこれで引いて3番手。さあ、関東ラインが中段に収まった。7番の及川の位置は後方の6番手付近です。1コーナー1センター、先行5番の小林博也が取っています。3番車の河野、要、そしてギア倍数を変更した4番の田村は3番手、バックに入っています。5番の小林が最後のバックを取っています。3番車の河野が2番手、3番手は4番の田村、後ろから1番車の鈴木達也が自ら打って出ます。中段から4番の田村が動いた。4コーナー待って直線。逃げる5番の小林。5番の小林が逃げる。後ろから1番の鈴木達也が追い込んでくる。まずは1番車。先行まくり追い込みと何でもできる、その34歳の田中貴彦の機動力に大東、6番の板場です。一方、じーっと後方で様子を見ているのは7番車の土田武史です。21歳の若手、初日2日と最終のバックを取っています。その茨城の土田武史の機動力に4番の渡辺藤雄です。さらには3番の関智ある7番車の土田が上昇してまいりました。3コーナー回ったところで先頭誘導に抜き去っています。土田武史が先行です。渡辺3番車の関智ある、そして5番の相沢は例によって切り替える。そして2番の田中の位置は5番手回り。関はどうやらまくり展開です。残り1周の500メーターを切りました。長走路の500番区、115回戦の土田武史がどうやら3日間ともバックは取っていきそうです。一方、2番の田中はまだ動いていきません。棒状のままで2コーナーから向こう上面です。先行土田武史、1番前で思い切って風を切っています。渡辺にとってはいい流れになりました。ようやく2番の田中が後方から仕掛ける。4コーナー待って、あとは長い直線に帰ってくるだけ。土田先行、内戸から4番の渡辺藤雄、あるいは外から3番車と1番車。中川がまんまと押し切る競争になるのかどうか。並走状態でしたが、一旦4番の佐野の方は車を下げた、打ち置きだったんでしょう。しかしもう一度上がっていくことになると思います。現在は6番車の中川の後ろ、2番車の飯島が取り切っています。佐野の方は車を下げてその後ろで様子を見ています。1番の北川文部が最後方です。間もなくジャンを迎えようというところ。2頭が正攻法、その2頭が後ろの動きをかなり気にしています。動ける6番の中川はまだ4番手。後ろは2番の飯島。そして引いている4番の佐野です。4
4コーナー回っていきました。棒状のまま4番車の佐野は番手を主張しないのか。残り1周です。棒状のままで1コーナーから1センター、ようやく6番車中川利政が外を上がってきます。先行せざるを得なくなりました。3番の2頭そこを一気に6番車、中川綺麗に行ってしまいました。2番車の飯島がこのかましについていきません。追っていく形になりました。3番の2頭、あるいは5番車の宗像次郎、4コーナー待って直線後続を離しました。6番の中川、コーナーと2着争い、内からは7番の近藤か、外には5番の宗像次郎。これで道中を半分を通過したことになります。したがって回ってジャンというところ。3番車の石内はじーっと5番手で様子を見ている。500走路3日間とも最終のバックを取るような競争を期待したいところ。マークをつけているのは京都の窓場、最高峰が4番の大沢です。3周回目の2コーナーを経ちました。わずかに上がります。3番の石口啓太、7番の窓場と4番車大沢と従っている。抑え込もうという3番の石口です。一旦2番の吉川の方は車を下げた。先行は石口に変わっている。窓場が2番手で4番の大沢です。そしてその後ろに1番の小林と吉田の方も切り替えた。したがって吉川の位置は後方の6番手ということになりました。まくり展開になりました。2番の吉川です。先行を取った3番の石口です。3日間とも風を切ることになりました。7番車の窓場近寄り、3番手に4番の大沢です。棒状のままで向こう正面、2番の吉川は口が開いている。行き切れるかどうか。3コーナーから4コーナーです。こうなると7番の窓場にとってはいい流れになった。一本棒で4コーナー回っていく。石口先行、2番手は7番車の窓場、その7番の窓場が最後にきっちりと捉えています。7番3番4番後方に構えた2番の神田、そして4番の原信と中部勢は依然後方です。残り2周になりました。依然6番の久木原博士が最後方、3周回目の1コーナー1センターのカーブに勝ってまいりました。やはり神田が先に揺さぶりをかけていきそうです。7番車の藤井もかなり後ろの動きを警戒し始めた。来なければ突っ張ろうというところか。さあ後ろから2番の神田亮が上昇です。一旦は藤井の方は車を下げた。2番4番そして6番の久木原が3番手、今度は5番の島津拓也が上がっていく。しかし2番の神田が突っ張るか、5番車の島津もちょっと出ていけないか。今度は7番車の藤井英二が一気に外をかまし込んでくる。レースは残り1周、神田亮先行。しかし7番車藤井英二がこれを捉えていきます。7番3番追って5番の島津拓也が3番手、4番手は1番の村上と神奈川の2人は3番手4番手バックに入りました。先行7番の藤井、番手は3番の伊藤大志、3番手に5番の島津拓也、さらには1番の村上と神奈川の2人が3番手4番手。4コーナー待って直線コース、逃げる7番の藤井、番手から3番の伊藤、あるいは外から1番の村上が来た。村上が来た。残り2周です。回ってジャンというところ、じーっと藤井翔吾は5番手で様子を見ている。縦一本の競争になってまいりました。地元の一戸正攻法、2番手1番の山下渡る、3番手に7番の染谷、4番手3番の水垣義郎、さらには6番の藤井翔吾に川村浩二、小下げ太夫と棒状が変わっていません。まもなくジャンが入ろうというところ、ようやく6番の藤井翔吾上昇、川村浩二に4番車、小酒太夫だ。一旦5番の一之江は車を下げた。先行6番の藤井翔吾、外からは一気に巻き返していこうという7番の染谷幸喜。残り周の 500m 一気に飛び出したのは7番車染谷幸喜だ。3日間ともどうやら最終のバックを取ろうというところ、水垣義郎がマーク、それを追う形になりました。6番の藤井翔吾、さらには2番車の川村浩二だ。4番車の小酒太夫はその後ろ、5番の一之江は厳しくなった。3コーナーから4コーナー、先行7番の染谷、番手は3番の水垣義郎、あとは4コーナー待って直線コースへ帰るだけだ。染谷幸喜先行、後ろから3番の水垣が来る、粘るか外から4番車小下げ太夫。
磯川に地元の新意と最強勢トラインが固まっています。3人2人2人です。さあ早くも残り2周です。打賞の周回に入ってまいりました。初日もまくって、そして昨日もまくりに回りました。その5番の金子、今日はどんな作戦を打っていくのか。まだ1番の佐藤雄一は中段です。じーっと様子を見ている東京の磯川勝弘です。2コーナーを立ちました。さあ2番の磯川が上がっていきます。一旦は金子は車を下げていきそうです。先行2番の磯川に代わる6番の新井武久、そして1番の佐藤に佐藤正彦と東北、これで5番の金子は5番手前で最後の金が今入りました。先行2番の磯川です。初日の独占競争も逃げました。その東京の磯川、2番手6番の新井武久と最強勢前段、1番の佐藤雄一には4番車、佐藤正彦と佐藤、そして5番の金子がまた5番手前だ。さあ今日もまくり展開、この位置からまくり切れるか。ピッチが上がった。先に動いたのは1番の佐藤雄一の方だ。3コーナーから4コーナー、逃げる2番の磯川、1番の佐藤が外からまくる、その外からは5番の金子が飛んでくる。直線構成帰ってきた。5番の金子が完全優勝。5番1番4番徹底土線工の朝倉はまだ後方です。動かないかもしれないですね、これでね。そうですね、はい、かましになんじゃないですか。回ってジャンというところまで競争を持ち込んでまいりました。前は7番の神田、そして今藤と中部近畿、2番車の成清が後ろで様子を見て6番の三角です。3番車の朝倉はまだ上がってきません。一本棒で第2コーナーから向こう正面、まもなくジャンを迎えようというところ、動きません。ジャンが入って3コーナー、後ろを見ている神田、来なければ先行せざるを得なくなります。ようやく3番車朝倉が外から一気にかましていこうというのか。4コーナー回ったところ、先行7番の神田、一気に3番の朝倉が上昇していく。レース残り1周です。一気に飛び出そうという3番の朝倉、1コーナーから1センターです。飛び出しました3番の朝倉。1番の木暮が懸命に追走、さらには5番の岡と完全に関東勢だ。完全に関東勢。7番の神田は遅れて4番手。3コーナーから4コーナー。先行3番の朝倉。1番の木暮が番手無風。3番手5番の岡田。あとは4コーナーを待って、直線部分に帰るだけだ。先行朝倉。後ろは1番の木暮。1番の木暮。最後は1番の木暮。1番、3番、5番。ラインでワン、ツー、スリー。